どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら魔法石100個のおすすめの使い方解説紹介していこうと思います。はい、もう現在ですね、魔法石100個の方がメールで配られておりましてね、今ログインするだけでなんと魔法石100個もらえます。はい、日頃パズドラやってない方もですね、この機会に必ずログインしてください。で、今回の一番大事な話なんですが、この100個をどのように使うのがお得なのかについて話していこうと思います。で、これを知らずに何も考えずに石100個を使うと基本的に後悔することが多いので、ある程度ねパズルやり込んでる人はまあ最悪自分で決めてもらっていいんですが、まあぜひよかったらね、一つの参考としてね、これからのイベントとおさらいしていきますので、チェックしていってください。じゃあ実際に話していきましょう。で、まず一番最初にすべきことはボックス拡張。これはね、別に無理にする必要はありませんが、もしボックスでね、カツカツな人でキャラとか売却しちゃう人はね、この機会に最低限もう5個でもいいですから、ボックス開けておくようにしてください。まあ、それが嫌だって人は動画視聴ね、ぜひ継続してやってください。で、まあ、フレンド最大数はまあいいかな。スタミナ回復、これもね、なんて言うんだろう。例えば、集会とかする際とか、それこそまあ修羅をね攻略すると石85個もらえたりするわけですから、まあ、そういうところで石使えたりもしますので、まあぜひともですね、スタミナ回復用としても残してあげてください。まあ一応この2つがね最低限の使い道、まあ、それは置いといてね、まあ多分みんなが気になってるのはガチャだと思います。はい、でまずですね、現状パズドラには2つガチャがあって、スーパーゴッド S とウルトラマンガチャがあります。はい、こちらね結構期間短いんで注意してくださいね。あと10時間と8時間です。はい、特にウルトラマンガチャはもう朝10時で終わりです。はい、で、もう一つがですね、明日から開催されるジンギリオ物語ガチャですね。はい、で、そして4つ目、レアガチャのね滞在料と鍵の勇者フェス、この4つが今現状開催されていて、今引こうと思うと、言うなら、滞在料と鍵の勇者、スーパーゴッテス、ウルトラマンガチャで、明日10時から、今日10時から、ジンギリオ物語で、15日からマーベルって感じになってます。はい、でまずですね、ここからね、実際に今ね現在開催されているガチャを引いていいのかについて話していこうと思います。まず1つ目、滞在料と鍵の勇者フェスですね。これグレオン武器がどうしても欲しい人は狙ってもらってもいいはいいです。はい、正直グレオン武器は今現在ね100式の攻略で代用できないほどのぶっ壊れ武器となっていますので、どうしてもグレオンが欲しい、あとはまあメニットとかアメリナーとか、まあ、こういう優秀なキャラたちを狙いたいって人は引いてもらってもいいです。はい、ただですね、1個注意してほしいのが、滞在料と鍵の勇者は20回だとほぼほぼ何も出ません。もう正直言って、まあ、これ理由があって、滞在料と鍵の勇者ってね、最高レアのピックアップ率が 1% なんですね。まあ、はっきり言って、そんな甘いガチャではなくて、まあ、最低でも石をね、まあ、300個とかかな、用意してもらわない限りは、基本的にね、欲しいキャラっていうのは出ないと思ってもらった方がいいかなと思います。はい。なので、滞在料と鍵の勇者は、確率的にはあまりおすすめはできません。どうしてもグレオンが欲しいとかって人だけはね、頑張って狙ってみてください。っていう感じになってます。優先順位としては、現状ね、最も低い優先順位となっています。はい。グレオンがめちゃめちゃ強いとは言えども出なきゃ意味がないので、そこはね考えて引いてくださいって感じです。はい、レアガチャはあまりおすすめできません。そしてですね、次スーパーゴッド S ですね。スーパーゴッド S に関しては滞在料と鍵の勇者よりかは引いていいけど、あまり引くメリットはないかなと思います。はい、まあ、これ理由がありまして、まあ、現状のこのゴッド S ってね、まあ、一応シーズンキャラが追加されたゴッド S で当たり率が 45% あるにはあるんですよ。で、フェスゲン自体も出るのでね、全然悪くはないガチャで、かなり美味しいガチャの部類にはなるんですが、結局シーズンガチャはまず交換ができます。バレリア、キヨ、これらは交換ができるので、シーズンが来ればねまた交換できますし、まあ、だいぶ先だけどね、だいぶ先だけど交換ができるっていうのと、あと、まあ、別になんて言うんだろう、まあ今引くほどではない、こんだけいろんなイベントがもう決まってる現状でわざわざゴッド S 引きに行くくらいだったら、一旦温存しておいて別のガチャ引いた方がいいよねってことで、あまり優先順位は高くないです。ただ滞在流は全くキャラが出ないのに対して、こっちは 45% でピックアップの当たるキャラが出るということで、まあ、言うなら、まあ、2回に1回ぐらいは当たるわけですね。当選率、当たり率から考えても、まあ、お得なのはこっちかなと思っているので、優先順位第2位は僕の中でこっち、スーパーゴッド S になるかなと思います。やっぱ滞在料はね、内容的にね当たりキャラが出るなら本当に最高の価値ではあるんですけど、やっぱりねその 1%、 特にグレオンですよね、グレオンが一番強いんだけど、やっぱり 1% っていうピックアップ率は本当に低いので、まあ本当優先的にはかなり下がりで、次にゴッド S、 まあ当たりやすいっていう点でゴッド S おすすめです。ただ今のところこのゴッド S 全く当たってないんだけど大丈夫かな。千里しか出てないけど、あ、オッケーオッケー、出たよね、さすがにそうだよね。
ほら、まあこういう感じでね、ゲットできるんで、プラリネとかもね、100式ならかなり強いんでね、ぜひまあ一応ね、狙ってみてください。で、優先順位現状の第1位はウルトラマンガチャですね。はい。もう僕はとりあえずもう石100個をウルトラマンに使っても後悔することはないと思います。っていうレベルでウルトラマンはおすすめ。正直ね、石100個すべてウルトラマンに使うって人がいても僕は全く反対はしないかな。そのレベルでウルトラマン優秀なキャラが多くて、まあ、まず星7に関してはね、まあ、ウルトラマンメビウスも確定役買った人も多いと思いますが、まずメビウス単体狙いで十分引く価値があって、でティガ、ウラシャラ周回等でも使えますし、あとは進化形態によってね、攻略でも使えたりするので、やっぱり優秀なキャラです。はい、ティガはかなり強い。でベリアル最近入ってきませんけど、一応 BB のサブで使える候補にはなってる。新ウルトラマンはまあそんな強いわけではないんだけど、火力出せるところが優秀なキャラで悪くはない性能はしてるかな。特にこの進化前はね、属性吸収無効スキルが優秀だったりはします。でまあウルトラマンはまあ普通って感じです。武器は強いけどね。でまあ星のもね優秀なんですけど、やっぱり星6が強くて、まあ個人的に強いなと思うキャラ何体かピックアップしていきますね。まずはまあもう早速ジードからかな。ジードは多色のね変身キャラクターとしてかなり優秀で、まあ1体もしもっと置ければね強いことは間違いないので、まあ1体もっと置ければ便利かなと思います。狙うほどではないけどもっと置ければ強いかなって感じで、まあ、太郎はね、スキル強いかなぐらいの感じだけど、まあ、めっちゃ使うわけじゃないからいいや。で、まず、ダイナ。これもね、3ターンで撃てる、キスナイドロップ全回復、ドロップロック解除、最下段横一列非生成っていうスキルを持ってて、ロック解除、キスナイ回復、非生成が3ターンですよ。しかも、進化前スキルも10ターンで3ターンヘイストっていうかなり強いキャラなんで、非属性の単色においてはめっちゃ優秀。デッカは7強こんだけ持ってるんで、7強9個持ちかなにできたはずなんで、まあ、100式とかの火力枠で優秀かなって感じ。で、あとはレオか。レオはもう今シバダラループで環境最強クラスの周回性能を持っていて、進化後がね、まあ、特にシバダラ3体持ってる人はぜひレオ確保してほしいんですよね。で、あとはね、Z もこれ周回としてはトップクラスのキャラで、Z 型に水ドロップを生成してくれるんですけど、これがめちゃめちゃ強い。76運用すると無効貫通超つなげ子を毎ターンのように使えて、まあ、基本的にねこのキャラ1億倍2億倍出て毎ターンにね100式だろうと確実に貫通してくれます。めちゃめちゃ強いキャラですね。 Z 周回性能超高いんで確保できるとめちゃめちゃラッキーって感じ。まあ、あとは周回だったらガイアとかも超つなげ子に小持ちで強かったりとかします。で、まあ、トリガーとかもね武器が強かったりとかして、そうで、あとねこの進化後、転生進化後も普通に優秀だし、多色キャラとして、あとはトリガーダークブラックバードで最強クラスの性能を持っておりますっていう感じで、やっぱりねウルトラマンガチャは最も当たりキャラが多くて、基本的に引いてもらって損はないかなと思いますので、もし今すぐ石を使おうと思っている人はもうウルトラマン全部っぱしておけば、とりあえず確実に当たりキャラが1、2体出るかなって感じ。石もね6個で引けて、ゴッドエースよりもね比較的当たりやすいので、確率的に見るとね、そう、もし迷った人はとりあえずウルトラマンガチャ引いていただければいいかなとは思います。ただその分ねピックアップ率がね1体ずつだと 2.9% とかとかなり低くて、もしね欲しいキャラがいる場合はなかなか出なかったりするので、そこのところはねご了承ください。ただ今現状ね3つの中だとウルトラマンガチャが一番いいかなって感じ。2番目がゴッドエース、3番目が大罪レッド鍵の勇者です。はい、この Z とかもかなり強いんでね、ぜひチェックしておいてください。で、ちなみに明日開催される神器流物語なんですが、ランク的には第4位で一番引くべきではありません。はい。やっぱりね、大罪流がグレオンとかっていう強いキャラが多いのに対して、神器流は交換可能キャラということでね、星7がそんなに強くないということで、あんまり無理に狙う必要がありませんので、まあ、正直言って神器流は評価低め、第4位となってます。神器流は引く価値はほぼないと思ってもらって大丈夫です。はい。新キャラ狙うほどでもないんでね。で、ここまでがこれから開催されるガチャの評価となっていて、あ、ごめん、今開催されているガチャの評価になっていて、でこれ以降ですね開催されるマーベルコラボについてなんだけど、マーベルコラボに石を残すのはめっちゃ得策だと思います。いいと思う。ただなんか僕の予想なんだけど、マーベルコラボは5体しか新キャラがいないってことは、そのうちの2体ぐらいは確定枠に入ってくると思うんですね。で結局ガチャで引こうと思ってもあんまり出ないじゃんってなることもあると思うので、前回もしマーベルコラボを引いてる人は、まあ、最悪マーベルコラボは石そんな無理に残さなくても、まあ、もう正直確定枠買ってあげればいいんじゃないかなとは思う。これは本当僕の予想ね。ただもし前回ですねマーベルコラボ引いてなくて、もう現状ウルトラマンをある程度引けてる人ですね、現状ウルトラマンを引けていて、かつ
マーベルコラボをまだ全く聞いたことがない人っていうのは、あの次のマーベルコラボね、相当な強化期待できるんですよ。まあ運営もね、さすがにね、手抜きでね、進化も追加しない、既存キャラ強化しかしないなんてことはほぼないと思うんですね。さすがに手入れ、気合い入れてね、進化とかもあの追加してくれると思うので、そういう点も考えるとね、あのマーベルコラボの方が期待できますので、まあぜひもうウルトラマン弾ける人はマーベルまで石残してあげるのも得策なんじゃないかなとは思います。ということで今回はですね、石100個のおすすめの使い方解説について話す動画でした。ぜひこの動画参考にしてね、損しないように石の方を使ってみてください。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。